絶対値とは何ぞやといった符号がなくなることでしたね。そういえばですよね。そしたらこれと同じ仕組みを持ったものを考えようとしたときに、こういう仕組みのものを考えたと。したらここにもしマイナス5を入れたら25で5ですね。符号なくなりましたね。わかりますか？要するにここに負の数を例えばマイナス3を入れます。そしたら途中過程はあまりしたくはないんですが3になります。この途中過程を無視したらこれ絶対値と同じ役割をしてませんかっていうふうに教えたら面白いですね。わかります？要するに絶対値は符号をなくすやつですね。マイナスとか、まあ、プラスもなくなるんですけどね。だからこの仕組みはこれと同じ役割を果たすってことですね。そうでしょ。だからここの中に負の数を入れたら正に出します。もちろん正の数を入れても正になります。あ、まあちょっと書けば25のルートだからこれです。ということは何のことはない、絶対値と同じ役割をします。だからもっと言うとこうだ。正の数だったら正になり、負の数だったらマイナス負という形で出すと。だからこれは絶対値と同じだと。まあちょっとマイナス負って言ったらちょっとこの書き方が嫌ですけど、という感じにしました。わかりました？で、ということでこれとこれは等しいですよと。わかりました皆さん。学校では例えば x プラス3の絶対値と、始まりまた質なんですけど、これが1だとしたときに学校はどうなるのか。学校はですね、こうです。例えばラージ x が1だったら x はプラスマイナス1になりません。学校の教え方なんです。本当は倍置きした方がいいですよ。これが正の時負の時分けるんですよ。分けるんですけれども学校はこう習っちゃうんです。実際そうでしょ。プラス1入れて1でしょ、マイナス1入れて1でしょ。だからこうなったらこうしちゃうんです。だからこれも同じでどうするかというと x プラス3がプラスマイナス1っていうふうに答えるんです。同じでしょ仕組み。これがこうならこれもこうですよね。わかります？ついてきてます？わからない？わかる？だからこういうふうに学校は習います。僕はあまり進みませんよ。さっき言ったように正の時と負の時に分けてください。だけどこうします。で、なぜこれを進めないかというとこういうことが起きるからです。じゃあこの問題はどうするんだろう。こうなったらどうするかです。そしたらこれはですねこうなります。 x が1より小さい小なり1だったら x は実はこうなりません。そうでしょ。1より小さいってことはマイナス 0.2 とか 0.3 とか 0.4 とか全部いいでしょ。マイナス1から1の間の数字が全部ここに入ったらこれ入ります。いいですね。だからこれもどう解くかというとマイナス 1x 足す3小なり1ってこうになります。こうなるんです。だからこれを連立でこっちとこっち解けばいいです。だけど何度も言うように僕はあくまでも場合分けをしてくれ、これが正の時負の時にやってくださいと言います。で、次いきます。でもうどうしようもない宇宙になった時はこういうことです。 x プラス3が1以上、これどうやって解きますかとです。で、これもどうするかというとこれで考えます。ラージ x が1以上したらこれはどうなるかというとこの x は100とか200とか 1.5 とか1以上の数字は全部いいですね。でもマイナス200とかマイナス300もいいでしょ。ここわかります？マイナス200も絶対ついたらほら200になるでしょ。だからこういうこともいいわけです。そしたらどういうことかというと最初ここでプラスマイナス1って言ってあこれ簡単だなってなった時に不等式の時に応用ができなくなります。だからまあちょっとこれも書きますと
1以上の x プラス3マイナス1以下の x プラス3となります。だけどなかなかこれ分かりにくいです。だからさっきの僕のやり方をやってくれと。ちゃんとどういうふうになるかというと、ちょっとこう小さく書くけど、 x プラス3が例えば1以上だったらこうすぐ縦線を書くのできる子は。そして x プラス3が正の時、 x プラス3が負の時、そしたらこれは正の時はそのままこれが正だから x プラス31以上で、この連立方程式、連立不等式、そしてここが負の時はマイナス x プラス3が1以上、これで連立しましょう。そしてこれの合わせた答えを、この2つの答えをまとめた結果を書いてくださいって話になります。これの方がまあまあこれもいいけど、こういうふうに解いてくださいって話です。ちょっと